平野紫仕様、部べ遺跡後のインスタ更新でファン未了意。アイドルの勘となる姿勢にファン悲鳴。ジャニーズ事務所を退所し、新たな舞台、飛べ、への介入が決まった平野紫仕様。その彼のインスタグラムアカウントが、ファンの期待を超える更新頻度と内容で注目を集めている。今回は、その魅力的なアイドル像とファンの反応について詳しく見ていこう。 平野仕様の新たなスタート。2022年5月22日にジャニーズ事務所を離れた平野仕様は、7月7日に滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所、とべ、に合流することを発表。同時に、待望されていたインスタグラムアカウントの開設を報告し、これがファンにとっての嬉しいサプライズとなった。SNS デビューの開挙。開設初日から、平野仕様です。 インスタ始めました。という一言で始まった平野のインスタグラムはその後のストーリーズの質問機能を駆使してファンとの交流を深めた。特に、その更新数は驚異的で、わずか2時間ほどで115以上もの質問に回答するなど、そのエネルギッシュな姿勢が際立っている。平野節士全開の回答。ファンからの質問に対する平野の回答は、 彼ならではのユニークな言い回しや天然な一面が光っている。例えば、歯磨きしてくるね、というメッセージには、奥歯丁寧に磨くんだよ。奥歯によろしく言っといて。といった具体的な回答がありその人柄が感じられる。また、バイト頑張って、ファンクラブは行ってライブ行くね。には、俺も頑張って、みんなが喜ぶものみんなで作るね、待ってるからね、といった。 ファンへの愛情と共感が溢れる回答も見受けられた。さらに、何食べたの疑問符や、おすすめの旅行先はといった軽い質問にも平野らしいユニークな返答が寄せられておりそのキャラクターの魅力が発揮されている。ファンとの距離感。平野が質問に答える中で、そのファンとの距離感が感じられることも話題となった。 これに関して、モデルのゆうちゃみは、質問箱をされてる時点で、こっち、ファン、からしても、親近感が湧くというか、めちゃめちゃみんな嬉しいやろうなって、とコメントし、ファンとアーティストの結びつきがより強くなった様子がうかがえる。ファンの興奮と反応。ファンは平野の更新に興奮し、SNS 上でその喜びを爆発させている。特に、 テレビ番組サンデージャポンに出演したゆうちゃみが100件。疑問符それはちょっと私にもできない。と驚きを隠さなかった。ネット上でも1からのスタートを頑張る感がすごいね。こんな更新されたら目が離せないから、いつまで経っても眠れません。といった声が上がっており、平野の新たな試みに対する期待が高まっている。フォロワー200万人突破。 平野のインスタアカウントは解説からわずか29時間でフォロワー200万人を突破。これは彼の人気を示す驚異的な数字であり、今後の成長がますます注目を集めることになりそうだ。平野潮が飛べに移籍してからの彼のインスタグラム活動は、ファンとのコミュニケーションを大切にし、独自の個性を全開で表現している。 その結果、ファンの期待に応えるだけでなく、新たなファンを引き寄せ、SNS 上での存在感を急速に拡大している。今後の展開がますます注目される中、彼のファンとの交流の進化や、とべとのコラボレーションに期待が高まっている。